パーカーなんて飛んでいくやつ。そうそうっておいそいつはカラスだね。そうだったそうだった。カオス中道だな。夏に食べると冷たくて美味しいものさ。それはアイスダッチの。なんかさまよえる魂にしては言ってることが変じゃない。こりゃただの酔っ払いだよ。ストン、サンダー、さっき言ったことは本当なの？風族は人族に滅ぼされたの？ん？お？誰かと思えばヒューだぜ。そうだそうだ、俺様たちをこき使うヒューだぜ。なんですって？俺様たちはな、てめえのわがままに付き合わされて迷惑してんだよ。そうだそうだ、何様だと思ってやがるんだ。二人とも今なら許してあげるから降りてらっしゃい。嫌なこった、俺様たちはこれから自由に生きるんだ。まだ何にもしてないのに、もう。うわあ！あちゃ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 ！やれやれ、こりゃ後片付けが大変だね。ストン、サンダー、いい加減にしなさい。なんだ？まだ俺様たちに命令するつもりかいよ。いやな、ゴッタ！俺様たちはおめえの命令でいつもひどい目に遭ってたんだ。いい加減にするのはお前の方だ。なんてこと言うんだ、ストーンさん。うるせえ、俺に差別すんな。うわあ、あ、あ、また目が回る。ピエトロ王子ルルありがとかい。どういたしまして。二人とも、もうおやめなさい。誰がお前の言うことなんか聞くけ。いつも偉そうなことばかり言いやがって。お前なんかどっかいなくなっちゃえばいいんだ。ヒュー、そうだそうだ、消えればいいんだ。いなくなればいいんだ。ヒュー！待って、危険だよ。でも、このままヒューを放ってはおけないよ。ピエトロ王子、あなたたち、どうやら少し痛い目を見たいようね。いけない、あの子。いけないよ、ヒュー。ストーンさんとサンダさんを痛い目に合わせるなんて、そんなの絶対ダメだよ。だって二人はヒューの大切な仲間じゃないか。仲間？何が仲間だ、笑ってるで。そうだそうだ、こんなやつ仲間でもなんでもねえし。そんなことないよ、だって三人はいつだって一緒だったじゃないか。一緒にこのポポロクロイスにやってきて、一緒にここに住んで、一緒に遊んで、たまには喧嘩もしてたけど、それでもいつも一緒の仲間じゃないか。ピエトロ、お願い、僕に任せて。うるせえガキだな、おめえから先に吹き飛ばしてやるぜ。
のまま父さんたちの前まで行って。おはようございます。今日のご飯は何ですか？おーい、あたしのこさえたスープ、やっぱまた一から修行のやり直しかね。結局、ヒューの記憶、戻せなかったね。うん。でも、ギルダさんが、風族について詳しく調べといてくれるってさ。うん。ああ、それにしても今日は一日大変だったな。ありがとう、ピエトロ。え？あなたって、ほんと変わってるわ。変わってる？うん。とっても変わってる。ヒューやナルシアは竜の力のことすごいって言ってくれるけれど、母さんは心配してるみたい。僕練習してうまくコントロールできるようにするよ。竜の力でもっともっとすごいことができると思うんだ。俺様パワーはノーコントロールだぜ。暴走は男のロマン。この空の下、あなたと会えた奇跡はきっと遠い昔から、抱えてた夜も今こうして